間飲みすぎなんだよ。お医者さん、カンフルを。どうするんですか？突入するぞ。そん、人質はどうなるんですか？負け止めなんかしたことじゃねえよ。なあ、課長。まあ、よし、どうぞ。ちょっと待ってください。私に考えがあります。誰か大切な人を守っていれば
それでいいんじゃないでしょうか。そうですね。あ、すいません、なんか出しまったこと。そのおでこに出ると何でも見透かされそうで怖い。先ほどの収支の計算がどうも合わないですよ。合わない
それはないようなんです。でも他に原因が考えられますか？誰かが盗んだとでも言うんですか？現金を最終的に返してな。課長ですか？課長が？課長、最近よくああやって電話してて、借金でもしてるじゃないですか。家のローンや子供の進学、奥さんからも相当プレッシャー受けてたみたいだもんな。どうします？本人に届け出せば済むことじゃないですか。じゃあ、武富さん頼みますね。
間お会いしてどことなく親身になってくれそうな気がして。親身も何も捜査の刑事課がすることよ。とにかく出頭してください。逃げてたって疑いは深まるだけです。出頭します。警察の捜査は信用できるな。え、警察の人は僕があんな本を書いたことで恨んでるんでしょ。是が非でも僕のことを犯人に仕立てたいはずだ。今出てったらそんなことありません。捜査はちゃんと適正にあります。昔書いた本と犯人かどうかは関係ありません。そんなに甘いもんでしょうか。そうよ、白も黒にされるに決まってる。もっと警察を信用して。私も読みました。これ確かに何万人もの人間がいれば一部に悪い人がいるのは事実です。でも警察全部が悪いみたいな書き方は間違ってると思います。ほとんどの人は正義のために真面目に働いてるんです。行きましょう。断ったら緊急逮捕します。結城、私は刑事よ。いくら友達の恋人だからって見逃すわけにはいかないの。その代わり責任を持って正しい捜査をするから。わかりました、行きましょう。宇野さん、そろそろ我々も。あの人は人殺しなんかできる人じゃない。
野郎だ。こっちにも決定的証拠はありませんかね。何の証拠は？いくらか？新しい事実が分かりました。何？昨日は殺された田口に多額の借金をしていました。田口の会社で発見しました。貸し借りは個人的なので他の人は知らなかったようです。決済金は3月15日大勢決算。そうか、仕事代が支払った上に金の返済を迫られた。社長、動機は十分です。よし、逮捕状取ろう。はい。少しは伝わるようになったじゃないか。ありがとうございます。今度は意識があるのか。あの人無実を必死で訴えてました。はい、私がやりましたなんてな、そんな素直な容疑者ばっかりだったら俺たちは警察はまんまの食い上げよう。行くぞ。はい、はい。
どうかしましたか？いえ。私はヨリコを現場に案内しろとは言ってませんよ。私が頼んだの。別に捜査の邪魔をするつもりはありません。彼女の気持ちも分かってあげてください。それより何ですか、もうお話ししたでしょ。安田さん、すいません。もう一度だけ確認したいんです。あなたは事件のあった夜、6番倉庫の前で二人の男が話し込んでるのを見た。そうですね。そうですよ。ここですね。そう、6番倉庫。そんな分かりきったこと確認しないでください。ちょっといいですか。ちょっと。よく見てください。隣は8、そして向こうは10。ここは、ここは9番です。本当の6番倉庫はもっと向こう。安田さん、あなたが2人を見たのはこっちか、それとも向こうか、どっちですか？あの人は9番倉庫の前にいる別人を見てるかもしれない。とすると田口さんはそれとは関係なく6番倉庫の前で殺されていた。その犯人は顔見知りではなく連続殺人。そんなの憶測です。そう、私は可能性を言ってるだけです。刑事課の人たちだって状況証拠だけで苦悩を欲したと思い込んでる。九番倉庫の前で話していた二人の男を探してみてはどうでしょう。もしかしたら田口か殺人犯を目撃してるかもしれない。それから連続殺人の捜査班と連携。もう捜査に口出ししないでください。すいません。警察がやってくれないなら私がその二人を探し出す。素人に無理でしょ。みゆき刑事になって変わった。前はもっと温かい人だった。それは違う。私にあなたの相談相手になってやると言ったのは神田さんなんですよ。刑事が容疑者の恋人に嫌われても仕方ないわ。私はただ刑事の仕事をするだけ。確かに支出が10万多いですね。やっぱり課長が。しかしずさんな横領のやり方ですね。調べればすぐバレる。課長がズボラな人だってのは竹富さんもよく知ってるでしょう。しかも
亭魚料理道楽。いろいろ試したけど隠しきれなかったお肌の悩み、諦めていませんか？ラクラクラク、次はあなたが若見えに。そう、会社休んで。でもダメですね、聞き込みの真似事なんか。知らない人にどう声かけていいかも分からなくて。すいません、仕事が忙しくて忘れてなくて。いえ、竹富さんにこれ以上ご迷惑かけるわけできませんか？迷惑なんて。きっと私見つけてみせます。そのお二人を見つけたとしても宇野さんの無実を証明することには直接つながらない。無駄なことをしてるかもしれないんですよ。分かってます。でも何かしないと、あの人このまま犯人にされてしまう。竹富さん、前におっしゃいましたよね、誰か一人大切な人守ればいいって。車のガソリン代ですね。うちの署の車とナンバーが違います。無効です。捜査で使ったんだよ。そういうことあるだろう。それにこの領収書、日付が入ってないので無効です。そんなお前なんとかしろよ。規則ですから。必死に捜査してる人間にそういう周知ありかよ。そういえばあなた例の ABC キラーの捜査本部に出向してるんでしたよね。それはどうかしたかよ。捜査状況教えてもらえませんか？ああいうサイコっぽいの興味あって。あ、都会社にペラペラ喋るか。この領収書、本来なら無効なんですが、場合によっては考慮の余地もあるかなと思って。現場ですね。ああ、この D の田口殺しは偽装ってことになってるが、一応可能性は考えてる。場所はバラバラで、犯行現場から犯人を特定する要素は何もない。しかもどの事件も犯人を見たという目撃が一つもないんだ。でも人を何度も刺したらかなりの怪力はいいでしょう。そう、そういう状態で遠くへ逃げられるとも思えないんだが、幻の犯人は足のどこかに消えちまってんだよ。大変ですね。あんたに同情されたくないんだよ。おいだろ。おい、何やってんだよ。ここだけ日数が空いてる。いいか、 D は宇野って野郎が偽装した犯行だからだ。本場所は C までで犯行をやめたんだ。もし星が2ヶ月犯行を中断してまた動き出したとしてみましょう。また10日後、 E の犯行が行われる可能性が。10日後、今日じゃないかよ。けど田口殺しは宇野の犯行で決まりだろ。だったらお前こんな数字に何の意味があるんだよ。いや、ただの数字です。
った。うっそ。何根拠にそんなこと言ってんだ。上着についてたファンデーションが何よりの証拠です。今状況証拠だけ一つに落としれんのか。何わけのわかんないこと言ってんの。先生言ってた。僕勇気出して学芸会に出る。しっかりした子になる。お父さんとお母さん離婚しても大丈夫なの。そうか、頑張れ。でもな、お父さんとお母さんは離婚なんかしたりしない。どうして？喧嘩してても心の底では信じ合ってるからな。一人で生きていく強さも大切だ。でも信じ合える相手も大切だ。人生を楽しむために、私が考える大事なことは2つ。それが骨と腸脂肪保険。さあメモのご用意を。 0120-04-2233 04-2233 04-2233 まで。お電話お待ちしています。そんなに大柄ではなかったようです。でもな、この世の中はそそるのにお任せだな。あと頼むぜ。はい。
週分の支払いですね。ありがとうございます。昨夜また犯行があったようですね。ええ、でも田口殺しが ABC キラーだっていう証明にはなりません。しかし ABC キラーは捜査本部が調べてるんです。こっちはこっち、あっちはあっちです。私どうしてもこの宇野って人が信じられないんです。借金のことは黙ってたし、事件の夜8時以降ずっとうちにいたっていうのも嘘だった。わざわざ疑われるようなことを言いたくないのは当然の真理です。竹富さんは自分で容疑者と向き合わずに自分の頭の中で考えてることだけを言ってるじゃないですか。そんなことに何が分かるっていうんです。仕事ですので。
刑事でしょ。鑑定の結果です。4本のナイフについていた血液はそれぞれ別人のものでした。その4人とは ABC の事件の被害者、そしてもう一つは田口のものです。この死体は死後2ヶ月から3ヶ月の男性、身元はまだ分かってません。いや、他にもまだ人殺してたのか。しかし、何でしたよ。死体が朽ち果てていくのを毎日観察してたと。気持ち悪いこと言うな。間違いない、あそこは連続殺人犯のアジトだ。それともう一つ間違いないことがあります。田口を殺したナイフがあそこにあったということは、田口殺しの犯人は ABC キラーで、宇野は無実ということになります。宇野自身が通り魔だったという可能性は？それは不可能です。最後の犯行の時彼は留置所にいたんですから。分かってるよ。
そんなことはない。あなたは情に流されて捜査を甘くすることがなかった。立派でした。見てください。今見てます。外でどうやって見れるんですか？パソコン。
も少しはパソコン勉強したらどうですか。あ、メール来てます。はじめまして。メールとっても嬉しかったです。この辺はいいや。あ、僕はサイトの常連のラズロさんと一時メルトモ状態でした。ラズロは相当 ABC キラーに入れ込んでいるクレイジーなやつ。現場写真もメールで送ってもらったよ。一応それもつけとくね。あ、これだ。何ですか。写真がついてます。犯行現場の写真ですね。矢島が撮ったみたいな。特に変わったところは。これですね。はい。まずノイズを除去してみましょうか。行動を取ると
出口は分かんない。頼む、やってくれないか。私は僕は鍵を開けるとまずい。君なら調べられることもないだ。どうしたの？よりこ！
何が一番嫌だって孫に嫌われるのが一番辛いんで。孫はね、おばあちゃんさまで関節痛以外に神経痛、手足のしびれ、眼精疲労にも効きます。いつまでも自分の足で歩いてください。宇野さん、最初から私を殺すつもりだったの？この男はあなたを利用したんだ。あなたが私を利用したように。竹富さんを利用？あの、あんた中に異常にあかり逮捕されることを予想してた。そして田口殺しを ABC キラーに押し付けようと計画を練った。そうだ、田口を殺したのが ABC キラーだという証拠さえあれば僕の容疑は晴れる。警察だって一度後ろになった人間を二度と疑うようなことはしないだろう。その証拠とあのアジトにあった病気のナイフ。そう、あんたは以前から ABC キラーについて本にするつもりで取材をしていた。そのうちあのアジトを見つけたんだな。ああ、警察が右往左往しているうちに僕はあの川が逃走経路になっていることに気づいた。そしてあのアジトにたどり着いたっていうわけだ。だったらそれを発表すればいいじゃん。もちろんそう思ったさ。だが田口を殺してしまったこととそうもいかなくなった。偽装工作に使うためには ABC キラーにはもう少し活躍してもらう必要が出てきたからね。そのために彼女に犯行を起こさせ ABC キラーの存在をアピールした。あいつには確定要素だった。警察官があそこを発見してくれればありがたいが、かといって僕があの場所のことを言うわけにはいかないからね。ちょうどいい人材を探しているところで、より子から竹富さん、あんたのことを聞いた。あの時私を利用しようと決めた。そして私に川の見えるところに案内して、私はまんまと引っかかった。結局あなたたちの目論通りにあのアジトを発見してしまった。その通りだ。しかし一つだけ分かんないことがある。本当の連続殺人犯が田口の仕事までも仕込まれて不自然なことを起こってあそこに水面を送りつけたりしないとも限らない。あんた失敗しなかったら死んだ奴に何ができる。それじゃあそこにあった死体、あれが ABC キラーご本人だよ。麻薬のやりすぎで人知れず死んだんだ。そのことが僕にとっては好都合だった。本当に僕の計画は成功したんだ。完成するにはもう一つだけ知らなければいけないことがあったろう。あんたの秘密まで知った。あんた、ゆり子さんを殺そうとした。あんたを必死に守ろうとした。ゆり子さんを。おい。そこをどけよ。あれだ、絶対に許さない。こいつ殺すぞ。聞こえないのか。
って言ったじゃない、ずっと一緒だって言ってくれたじゃない。バカな女だ。
Hoàng hôn buông xuống, biển và gió, mặt trời đang xuống dần ngoài khơi xa. Tiếng sóng biển rì rào, những ánh đèn le lói trên những con tàu ngoài khơi xa. Hàng dương xanh du dương theo sóng biển. Mọi thứ trở nên hoàn hảo nếu có em. Anh đang ngồi nơi mà chúng ta thường hay đến. Sóng biển đang xô mạnh vào đá, như muốn nói em đang nơi đâu, như muốn nói em đang nơi đâu. Gió biển muốn nói gì? Gió biển muốn nói rằng, gió biển muốn nói gì? Gió biển muốn nói. Xuống biển và gió, mặt trời đang xuống dần ngoài khơi xa. Tiếng sóng biển rì rào, những ánh đèn le lói trên những con tàu ngoài khơi xa. Hàng dương xanh du dương theo sóng biển. Mọi thứ trở nên hoàn hảo nếu có em. Anh đang ngồi nơi đây, nơi mà chúng ta thường hay đến. Sóng biển đang xô mạnh vào đá, như muốn nói em đang nơi đâu, như muốn nói em đang nơi đâu. Sóng biển đang xô mạnh vào đá, như muốn nói em đang nơi đâu.